でん解読できてびっくりねちょっと皆さんマイできんと思ってたでしょ絶対マイティそんなできんと思ってたでしょ皆さんできるんですよ <laughs> あタコもありがとうでんすごかったですか昨日の本命チョコください <laughs> いやあれはじゃあなんかね 時間がもしああ余ったら後半組の人も告白するみたいな感じでで、もうそんなするつもりなかったんですよじゃあまさかの時間が結構余っちゃってあのちょっとツ,ツンツンでいきました <laughs> ツンツン自信大丈夫私全然大丈夫でした皆さん大丈夫でしたかなんか ね余震え余震は大きい地震の後のやつなのかなうんあ地震の前は全身水も滴るいい女 <laughs> えでもねなんかねゆきつんさんが撮ってくださったあのデンの時の写真のこう解読してる様子の前の写真があってめっちゃ賢そうに見えてまた送ります 可愛かったセリフああいうのねちょっとあんまやったことなかったからまあなんかアイドルやーって思ったは <laughs> わっかメールメールみたいのある何やろこれありがとうあっあれかななんかイベントのやつかなメールこんばんは松陰琴様の声が届いたそうもうそれ <laughs> 事前に練習てると思っっなかった結構前になんかこれこんなんするよっての教えてもらってそうコトさんとスイッチゲーマーになってたこんばんは聞こえましたよちゃんとコトさんの声 <laughs> やっぱりマイティのパフォーマンスよかったほんまや嬉しいありがとう けん,けん,ゃん手手紙紙ありがとう手紙ラブレターかこれ <laughs> 関西は震度2なんかねその時もちょうどあの愛花とかアンジュとかと電話してる時で前全然分からへんかってんけど愛花が「揺れた揺れた」って言っててもうほんまに自信は。 いややな,なんか自然災害ってなんかどうしようもできないですもんね2000あなんかアバターもらえるやつあってマイがもらえるのかな皆さんがもらえるのかなねあれはちょっと練習してないとねそうなんか結構私と琴音さんはなんか元からもう10分間で13個得みたいな。 なんか元からハードなやつやってたから結構いけましたね,ねモールス信号が一番難しかったけどできたみおんちゃんと一緒にやってたは聴きやっちゃったあそう直測るときにみおんさんが横にいましたねこんばんは1曲目から急に飛んだよもう。 もう昨日の思い出したくないもうそうもうそこから負のスパイラルが負の連鎖が始まって切り替えようゅフ <laughs> チュウちゃん手紙ありがとうラブレターかラブレターなんかなわ <laughs> 分からんけどさ <laughs> つ <laughs> まいもおるのののまだ さつまいも色のセーターこれねなんかワインレッドみたいなちょっとよくわからへん <laughs> いちごありがとう <laughs> 地元は震度ぎょっこぎょっぎょぎょこ待ってんっぎょこごきょうごきょうごきょうかごきょうなんかそんな めめちゃめちゃゃ大きいのを味わったこと味わった味わおうじゃないな体験したことがないからほんまになんか防災リュックみたいな用意しようって改めて思ったこんばんはさんばはさありがとうなんかあのマニュアルブックみたいなんがあってそこに書いてるんやけどあ持ってこりゃよかった。 なんかね、あの例えばトントントン光がトントントンやったら S みたいなでこうツーっていう長線やったら T みたいなのが全部表に書いててこうトントンツーとか各アルファベットに当てはまるからそれを琴音さんに伝えてもらって舞がローマ字を言ってやるみたいな。 マイティは十八歳ですよ。こんばんは。こんばんは。そうもう昨日もうほんまにマジでめっちゃめっちゃ落ち込んで、そうあのメールでちょっと弱音を吐いたら皆さんが慰めてくれたのでどうにか精神を保てました。<laughs> ありがたい。 YouTube であの解除ゲームの最終製作やってるの見たけどえ多分ねもう全部解けますよ私たち <laughs> ほんまにもう全部のモジュールもうできて一番元からレベル高いやつを練習しちゃってたからまあ良かったんかなそれが漁港 <laughs> マグロ釣りこんばんは生誕の進行役は安定してましたねなんかさ生誕祭がさ初めてやからなんかあんな感じでいいんかも分からへんくてよかったんかなあれなんでそうちょ,ちょっとぐだっちゃったかなとマイティは「こんばんはかにゃん」という言葉をご存知ですかご存知ですマイはメールでお休みの あのライオンしております。<laughs> と最近おやすみなーっていう。キュンゼリフの時一番キュンとしました。ほんまに。キュンキュン。キュンマート。ま <laughs> いちゃんやっほやっほ。ーーそう、今はね。超絶可愛いの。三く、三番目。じゃじゃ、三、三クール目っていうのかな。の。投票が。 始まりまりして2回目はね6位であの投票数も減っててショックです頑張らないとかっこよかったね最初前もね配られた時にあもう無理や無理や無理やと思ってもうもう時計こっちゃないと思ったけどそう。 返信ってそんな早く見れるんやなんかほんまに一日なんていうん一日え今日の朝に送ったっけメール昨日の夜かななんか朝なんやろその日にすぐ来る時もあればほんまになんか2日ぐらい小屋の時もあってそう「もっちゃんの生誕感動して泣いた?」 あれ、あるよな。スピーチ、前、まあ、も今から考えとこうかな。<laughs> できるんかな、生誕祭とか。まあ、もしあるとして、十一月やから。あと、九ヶ月、九ヶ月かけて。スピーチを考える。<laughs> マイティも新人なんだよな、と思い出したとこある。普段できすぎてるな。いやいや。 うん、マジでもうなんかトラウマレベルになるくらい昨日はもうねダメだったよもうほんまにちょっと明日からはついてほしいわついてほしい <laughs> ついてないの最近ついてないのついてほしいバージョン <laughs> レベル高いともっと 何個も解除した多分そう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 いっぱいやった昨日の声入りましたおどうでしたか七期生だけの生誕祭ういいしくて良かったですねそっかはクッキーも初めて見たありがとうございます初見ですありがとうございます キュンゼリフは安定の矛盾の平山さんでしたねそうなんか最初何て言ったっけ本命じゃないけど頑張って作ったな何か言おうとしてんけどなちょ,ちょっと忘れちゃった <laughs> こんばんはわクッキーで溢れてるありがとうございますワイヤーもいろいろ種類あるやなと思っそう なんかね、色を着るやつとなんか星なんか LED ランプがついてたら着るみたいなやつとか、なんかベンズってわかります？前も初めてしたいけどなんかこういうのがいっぱい重なっててなんか当てはまってるなんかこう重なってるところをのなんかやつを着るみたいなちょっとよくわからん。<laughs> お。 投票数を増やすために d m も入ってるえー、ありがとうございますいっぱいアーカイブアーカイブ見てくださいお顔合わせしたい確かにマスクしてるしね今はそこはてめえら投票しやがれ <laughs> いかついいかついねえコロナ収まってほしい いやでもスピーチはえー、何言おうかな <laughs> 早すぎ <laughs> こちらから返信したメール一度スタッフさんそうだからこう前が送って一旦スタッフさんが通って多分皆さんのとこに行くと思うし返信も多分スタッフさんを通って来るねと思う 頑張ってくださいありがとうどんな生誕ティーにするかどんな生誕ティーお前シンプルなのがいいなやっぱしなんか白黒いや白黒ってありきたりなんかなでもどんなんがいいんやろあデザインもさ自分が考えれるってことやなすごいな 昨日は知り知り合いが連番しててやんだおっグループワークかなすごい20日 E か F どっちに当たるか楽しみ、e! いいですそれはい、e、に当たります <laughs> 私も最近レンチャンで仕事ミスして仕事でミスして相当へ込みました一緒に頑張りましょう,うんなんかミスの具合とかにもよるんですけどもうすごいもうダメダメダメや昨日は <laughs> 遊びに来たよありがとうございますマイティーあか抜けたのあか抜けたんかなえでもね なんかそ高校の卒業アルバムがあのをもらって学校からで見てたらなんかもう高一はなんやろ高一から高三の変わりようがすごくてなんかあこれが垢抜けたって言うねんなって思ったほんまにすごかった丸みそう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 もう分からんくて最初調べたもん「ベンズ」って「ベンズとは」って <laughs> ね、YouTube でなんか実況してはる動画とかもあったからもうそれ検索で出てきたやつ全部見てそうなんやろなんか爆弾処理のゲームはなんやろ漫才とかはさやっぱ審査員の方とかおるやんでタイもさなんかこうその日の、まあ、コンディションっていうかあれやけどでも爆弾処理はもうやればやる、まあ、テスト勉強みたいな やればやるほど多分いい結果になるんやろなって話したから頑張ったまで,ご覧いただきますでねあの久しぶりにあかりんさんの卒業公演 LB を LB アイドル公演を先輩方がやってたやつを見ようと思ったら終わってました 見たかったー。もともとゲームは好きなの。なんかちっちゃい時は好きやったんですけど、最近は。やってないですね。今日二十歳の誕生日です。マイティに私。<laughs> おめでとう、二十歳。 みゆ,ちゃんみ,ゆ,み,ゆみゆみゆか <laughs> おめでとうございます二十歳ということは成人式を迎えたんかなまだか普段とかでも着れる感じがいいよなやっぱもうシンプルなんか自分も好きやからえー、でもなえわー迷いそう「向こう日の公演入れた笑顔とバキバキのパフォーマンスが良かったけどアンケートを書き忘れた」 えーいやいやそんなんもういいですよありがとうございますマイティってえ得意だっけダメですマイティの生誕祭に入りたいよええどんな感じなんですかねコロナ収まってたらいいなマイちゃんヤっホーお仕事ではほぼ常にへこんでますいやへこみますよねやっぱり。 でもなんか頑張りましょう一緒に <laughs> ミスして攻めるのでなくどのようにして改善するか一緒に考えるのがいっちゃん,い,ちやんいっちゃん大切ですよね。まあねあのー、あれよ何バトルと頭ごっちゃになってたのが悪かったです今回は。<laughs> 仕事より、プライベートで凹みっぱなし、なんで。なんでだ。お父 <laughs> 様もブログで実力勝負やから、頑張ったって言ってたの、そう。もう、取れるところは頑張って取らんと、って思って。クッキーいっぱい、ありがとうございます。お腹すいた、クッキー食べたくなってきた <laughs>。 ワンバンコワンバンコー <laughs> 気にしないのが一番ほんとへこむと連鎖するのが怖いよねそう,そう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 もうちょっと切り替えて <laughs> 気合いの一発最近マイティかわいすぎるんだけ,すけどちょっとちょちょ <laughs> 最近マイティかわいすぎるんだけど別にそんなそんなそんな褒めないでください白子寝たら忘れるタイプいやもう前はあの今日も劇場入った瞬間思い出して「あで落ち込んだ。 ファン推しに似るっていうから誰も漢字読めん生誕され <laughs> ねなねっんかそのあれ言いますよねファンは推しに似るって。ってことは皆さん多分漢字が弱いですね。夜ご飯食べた今日はハンバーグとシチュー。ジェチュメチュのハート。 笑ったっけ前ふわかんだと思った <laughs> 早う顔合わせしたいねなんかさバレンタインさ七期生と超絶かわいいの先輩に渡すって決めててあとマネージャーさんとかに渡そうと思ってめっちゃ余っちゃったなんでやろう自分で食べよう 今日もいい感じに目キラキラしてるキラキラのせた平山舞ちゃん生誕祭全部ひらがな <laughs> 11月何日も全部ひらがなで漢検1級舞3級3級待ってる 三級キュで自慢できるんかなわ <laughs> からへんけどお疲れ様ですお疲れ様ですで安住関係ん5級で自分 <laughs> ほんまに安住関係ん5級持ってんでって言ってたけど五級は自慢するもんじゃないよって言った 余ったのいただきましょうかあげるもいっぱい久しぶりにマイティールーム来たそうほんまに最近なんか、うん、ショールームができひんかったあっ千代ちゃんなよこれクマクマのなんかクマやクマのなんかなんかなんかちゃうやついつもと <laughs> ありがとう でもね、3級は中学卒業レベル嘘やんめっちゃ普通やんじゃんええー、うまい初見って書いてるありがとうございますだいたい12ぐらいなら書けるぐらいじゃんそうなんかな,なんか中学校でなんか関係を受ける子は受けれるみたいな自分で応募制みたいなのがあって中3の時に3級取ったから 次順に受けようと思ってたけどなんかタイミングがなくて結局三級で終わっちゃった早く直接話したいほんまにかわいいよ琴 <laughs> ちゃんがマイティ可愛い,い言うてたでうそうしい琴さんはほんまに優しくて。 めっちゃおもろいですよコトさん <laughs> だから、ね、いつも話の話のオチって言うんですかねがめっちゃ面白いんですいつも <laughs> 服とかもめっちゃ好きえー、履歴書とかに書けるのは準一1級からよ嘘やんじゃあちょっと嘘ついて1級って書こうかな <laughs> バレるバレる みっちゃん昨日の配信で使ったチョコ少しもらったってそうなんかね大きいお皿にもいっぱい入っててもう溶けてた <laughs> めっちゃ溶けてた早くはじめましてしたいなあお話し会はいつなんですか本当にもまみんなも、ま、いちゃん髪の毛いつも綺麗だねうん <laughs> これスローにしてください皆さん <laughs> クッキーありがとう早う琴様のおみくじに出してもらえやあ前なんかねマイティーくじっていうのがあったらしくてちょっとね見れてないんですけどあのトさんのツイッターであのトくじのマイティーだけバージョンみたいなのがあるらしくて。 ちょっといつ上がったなんか最近やと思うので皆さんちょっとやってみてください舞台の照明ってかなり熱いそうそうもうね手足すごく手袋全然入らんかった <laughs> リリース作品が発表されるまでありませんマジですそうなんですよねうやりたいですね こんばんばは見たあそうでもなんかね琴さんに「写真名前かちょうだい」って言われて送ったんですよ可愛かった <laughs> じゃあ毎日してください皆さんシャンプーのコマーシャル来るね来るかな <laughs> 話し会もいいけどやっぱり握手会復活してほしいなねだって握手できるんでしょ最高やなそんなね客席も3列目くらいまであライタ熱いそうやっぱ照明でもこうんやろ照らしてくださってるので照明さんがありがたいでもねあのウィルビーアイドル公演の制服が邪魔をするかな の感想でさこうみんながこう後ろに固まってこうだんだん前に行くみたいなのがあるんやけどそこをなんか今はもう慣れてんけどめっちゃこうピンクかなピンクのライトがこうチカチカするからなんか初めてリハーサルした時にもうなんか自分がどこにあるかが分からへんくなって倒れそうになった。<laughs> そうああ何ここはってなった。 ね、ランバトル昨日声って分かったかな分かったよー一番前汗かくと衣装着替えるの大変やろなって見てても確かにあでもなんか自分半袖,半袖の衣装やから全部そんなにかも風が強い えもう53分やこんばんはリカティーのインスタでしてるマイティのポーズは T そうさっきねリカティーさんにバレンタイン渡した時になんかインスタに載せるって言ってたから私 T のポーズをしたんですでも最初リカティーさんもなんかユナも何のポーズか分かってなかった <laughs> マイティの T とリカティーさんの T で じゃ、あそろそろ、あれをしますね。あの、あれ。あれ、あれ。あれやん。なんていうっけ。あ、そう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 。あれ、あれよ。あの <laughs>。ランキング <laughs>。ランキングを読みます。えー、もっとしたかったな。明日できるかな。 読みます結果発表あそうランキングねランのキングおいあれもて <laughs> そうたまに語彙力ちょっと飛んでいっちゃうそうあれあれではいきます13位から13位ゆうちゃんゆうさんちゃんちゃんって言うんかなゆうさん ゆうちゃんで言うな、ゆうちゃんやんな。え、ゆうちゃんやんな。え、うん、ゆうちゃん、え、ゆうちゃんやんな、びっくりした。<laughs> ゆうちゃん、ありがとう。十二、りかちゃん、ありがとう。りかてぃさんと一緒や。十一、かずさん、かぼちゃなかずさん、ありがとうございます。十位、末広さん、ありがとう。ございます。九位。 富士山ありがとうございます八位ケンケンさんありがとうございます昨日来てくださってたんでしたっけもも。七位茂庵さんありがとうございますえーとどこや6位テルビリーさんありがとうございますで五位ただいまさんおかえり <laughs> ありがとうございます 四位テイクルさんありがとうございます。そしてはい三位はドグ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 ドンカドさんありがとうございます。カドさんあいいこと思いついた。 ちょっと待ってくださいね。はい。三位、角さん。角、角、角、角。<laughs> ありがとうございます。角。<laughs> 角を指してみました。そして二位、二位はチヨちゃん、ありがとう。っと待ってね。

時間間に合うお、結構やばいぞちおちゃん一緒にお仕事頑張ろうあグーになってた <laughs> ありがとうそして流行る第一位はてげ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 ててゆいとくんありがとう一。 毎度毎度ほんまにありがとうやさかい。何べんやろこれ。ありがとうやさかい。ほんまに感謝しとるけ。<laughs> 絶対違うやん。うんと。 似合う大丈夫か?。前髪が。うん。一位ゆうたくん。また。公園の時に。大阪来てね。気をつけてね。ありがとう。<laughs> ありがとうございます。皆さん。楽しいですね。やっぱりショールームは。 マイティやい今日は来ててくれてあとさ40秒ぐらいしかないマイティーや酒井マイティーが見てる酒井ありがとうや酒井 <laughs> またね酒井お疲れ様ま酒 <laughs> え酒井ってどこ弁 <laughs> めっちゃ使ってるけどありがとう楽しかったまたしますね 一緒に皆さん頑張りましょう。学校とかお仕事とか前も頑張る。皆さん投票お願いします。頑張ります。超絶可愛い。バイバーイ。